真正面から UV を作ったという状態の、まあ、これもちょっと UV ではあるんですけども、今回欲しい UV ではないという状態なんですね。一旦 UV を作ってしまうと、ここから直していけるので、これです、UV をつけるいくつか方法はあるんですが、僕がお勧めしているのは、UV シームという UV の切れ目をつけることによって、展開ボタンを押したら自動的にその切れ目のところをうまく避けて展開できるみたいな、カットするラインだけ入れとけばいいんですよ。胴体からにしましょうか。胴体のところで選択が解除されている状態で L を押してもらっていいですか。おお、これ L 一緒にしたはずなのに。あ、そうなんですよ。実はこの L ボタンってものすごく便利で、つながりを選択みたいな感じの機能なんですけども、つながってないところを表示したいのですごく見やすいですよね。はい、これからやろうと思ったんですが、このパーツなかなか複雑でしたねちょっと。なるほど。腕とかどうですかね。腕、おお、はいはい、あ、腕ちょうどいいかもしれないですね。なるほど。じゃちょっと腕から始めましょう。はい、片方だけでいいんですか。いや、そうですね、今回片方で大丈夫です。はい、割とシンプルなので、ここに直接切れ目を入れていきましょうか。はい、切れ目を入れる位置なんですけども、はい、まあ、切れ目ってちょっと見えちゃう可能性があるので、まあ、はい、なるべく見えないようにうまくペイントしたいところなんですが、どうしてもその境目が見えてしまう可能性があるので、なるべく目立ちにくいところの方がいいですね。なるほど。なので、なるべく表側ではなくて下側、裏側とか、まあ、あるいは背中側とか、はい、そうですね、エッジを選択したいので、数字でいうところの2のボタンを押していただくと選択になるので、ただこれ一個一個なかなかこの手の裏のラインをポチポチ選択していくのが大変だと思うんですね。そこでですね、ドルトキーを押しながらエッジを選択していただくと、なんかつながってバツンと選択されませんか。はい、されてますね。なんかどっかで止まっちゃってますけど、これがですね、なんで四角ポリゴンで作らなきゃいけないのっていうところがここになるんですけども、うん、四角ポリゴンがこうつながってるところは連続して選択してくれるんですね。なるほど。なので途中まではこういうふうに四角ポリゴンで選択作っておくといいよっていう話になるんですが、ここからは三角ポリゴンだからこう手動でやってくれってことですね。あ、そうなんですよ。どこまで切り目入れたらいいんですかね。親指の付け根まで、はい、そのあたりにしてみましょうか。はい、選択している状態で、はい、コントロールキーを押しながら E ボタンを押していただくと、なんかいろいろメニューがたくさん出てくるんですが、はい、シーモーマークっていうものがあります。ちょっとなんか微妙に線の色が変わったのが分かります。濃くなりましたね。はい、これがですね、はい、シームとして選択された状態なので。なるほど。これがあるとちょっと展開の仕方が変わるんですよ。同じような感じで L ボタンを押して、また腕だけちょっと選択しまっていい。はい、はい、その状態でまた U キーを押して、展開っていう一番上のボタンを押してもらっていいですか。おお、なんだ、おお、おお、なんだこれ。あ、展開できましたね。おお、これがみかんの皮を剥いた状態ですね。そうです、そうです。この切れ目のところを、まあ、ナイフを入れたような状態で展開するっていう感じになります。はははは、なんか絵が入ってるけど、今画像が選ばれちゃってるんですね今絵が選ばれてるところの、そう、そこで新規というボタンを押していただいて、生成タイプで UV グリッドにしてもらっていいですか。それで OK ボタンを押してください。うわ、なんだ、なんだこれ。なんかこの格子模様みたいなものが出てくるんですが、はい、なんかこれがですね、 UV が歪んでないかどうかをチェックするためにちょうどいい画像なんですね。ただこれ 3D モデルの方にテクスチャーが反映されてないので、マテリアルをちょっと直す必要があるので。あ、これが、そうですね。あ、そうですね、そこのところで今作った画像を、これにするんですね。そうです、そうです。あ、いいですね、いい感じですね気持ち悪い気持ち悪いんですが、これで手のところが極端に歪んでなければ、四角の大きさが均等ということですね。あ、じゃあちょっと手のひらの中身がちょっと複雑になってますね、うん、ただ結局この歪みも、どれぐらいそこに絵を描きたいかどうかに影響するんですね、うんうんうん、歪んでたら絶対にダメだというわけでもなく、そこに何も描かないんだったらぶっちゃけ歪んでても関係ないというか、一色で塗っちゃうので関係ないというところがある。なるほど。今回で言うと多分手のひらに複雑な絵を描くわけではないと思いますので、うんうん、ちょっとここはこのままにしておきましょう。わかりました。後から左右対称反対側を作るということにしましょうか。じゃあこっちの手は大丈夫ですか。そうですね、ただ分かりやすいように一旦消しておきましょう。 L キーを押していただいて、その手まとめて選択できると思うので、はいはい、X キーですね、削除。いいですか。はい、大丈夫です。後でコピーするので、はい、頂点とかでお願いします。片側のモコモコをちょっと展開してみましょうか。下のラインとか切るといいかもしれないですね、手首側のとか。そうですね、その辺だと、これをシームをマーク、はい、L キーを押してから展開です。展開、
これ縦にだけ切ってると展開してみるとこの筒状につながっちゃってるんですね、うんうんうん、上か下かだけ切ってあげる必要があるので横ラインをちょっと一回どっか切りたいですね。なるほど。これも見づらい場所、真ん中だと少し目立ってしまうのでこの辺か。あ、そうですね、そのラインがいいですね。シームマーク、はい、減る展開、はい、あ、いい感じですね。これはいい感じですね。なんか1枚の紙っぽくなったんで。そうですね、綺麗に展開できましたね。こんな感じに全身をやっていくというなかなか考えるだけでめんどくさい作業。確かにもうこれだけでもかなり大変。これまあ仕事だとさらにこれがもうちょっと正方形にきちんと並ぶようにとかやんなきゃいけないので、うんうんうん、まあ、しかもね、はい、もっと複雑な形のキャラばっかしですもんね最近は。そうですね、うん、なのでまあみんなが嫌がる作業という感じ。なるほど。ただここをやらないとテクスチャーかけないので前には進めないんです、うん、あれはこれさっきの手の部分どこ行ったんですか。ブレンダーの場合この UV がまあ標準設定だと今選択してるものしか表示されてないんですね。あ、なるほど、そういうことなんですね、はい、なので L キーを押して手も選択していただけるとさっきのも重なって表示されます。今こんな感じで重なっちゃってるんですが最後にこの重なりは全部解いてしまうので。なるほど。じゃあ次いよいよ顔あたりをやってみましょうか。顔、はい、選択しているものを隠すという機能があるのでそれを使いましょう、はい、今顔だけ選択しているのでまず選択を反転する必要があります、はい、メニューの選択の中に反転というのがあるんですね。あ、なるほど、はい、その状態で H キーを押してもらっていいですか。あ、おお、いいですね。物はあるんですけども見えてないっていう状態です、ね、うんうん、はい、顎から始まって後頭部のあたりズバーッと切っていくのはいいかもしれないですね。顎のところに、まあ、エッジ選択していただいてで裏の方にぐるっとオルトキーで全部やっちゃいましたけど、あ、でもこれなんか分かった気がする。これこうじゃないですか。こんな感じで、はい、これで展開すると多分結構いい感じになるんではないかと。あ、まずシームをマーク忘れちゃう。これを、あ、そうですね、シームをマークしてから展開、あれ、あ、選択してから展開、そうだったこれを忘れてしまう、うん、なんか芋みたいなのが4つ出てきたけど。ああ、なるほど、前側も切れてしまいましたね。前の方切れちゃうとちょっと絵が描きにくいので、はい、前の方はシーム解除しましょうか。なるほど。前のところだけちょっとまあポチポチ選択になるんですが、でそしたらコントロール E を押したときにシームをクリアっていうのがあるんですね。はい、この状態で全部選択して、あ、いいんじゃないですか。いいんですか。これがいい状態なのかどうかわからないんですけどでもなんか綺麗な正方形が並んでるなと思って。なるほど。あ、ただ横は切れちゃってるのかな。チェックが入ってて若干見づらいので、画面の左側の方で A キーを押してもらっていいですか。あ、横のところのパーツが分かれちゃったんですね。顔の横のライン切んなくてもいいかもしれないですね。それ耳のあたりから上は切る必要がないので。なるほど。あ、いいんじゃないですかね。いいんですか、これがいい状態なんですかいい状態ですね。あ、そうですか。でも全然なんかよく分かんない形になりましたけど、形としては面白い形なんですが、ただこれ顔のところが割と綺麗に並んでいそうなのでちょっと正面向いてしてもらって。あ、そうですね、顔のところがグリなんか正方形っぽい形になってるので描いたテクスチャーがそのまま反映されるという。え、これ見ただけだとどこがどこの部分か全然わからないんだけどそうですねちょっとわかりにくいんですが多分横に倒れてるんですね。さすがにこのままだと絵が描きにくいと思うので、うん、ちょっと並べるときにここは回転も直してしまいましょう。並べるパーツごとに UV 展開してるので後でそういう UV レイアウトという機能を使って、はい、なんか敷き詰める必要があるんですね。あ、なんか見たことある気がするそうですね、1枚のシートにいろんなテクスチャーが貼ってあるようなやつですね。そうです、そうです、それです、はいはい、残りの表示したいのでオルト押しながら H を押していただけると、はい、戻ってきますね。足のところをまず切ってしまいたいですね。足を切る、そうです、そんな言い方です。ショートパンツとかでしたっけ。パンツでもいいんですけどね、ケツをじゃあります。